少年と女性の前で横になりながら食事をとる男性と女性。イタリア南部のポンペイで出土した紀元後1世紀にフレスコの技法で制作された共演の場面。少年が文字を記すための板を手に携えて控え、隣に立つ女性がその視線を送る先には横たわる男性と女性の姿。褐色の肌の男性はマントを身につけ、女性は頭に花輪をかぶり、耳飾りと腕飾りをつけて、手には杯。小さなテーブルの上には食べ物が置かれています。食事の時に横になるのはローマ世界では普通で、6世紀のビザンティン美術の絵でもイエスたちは横になりつつ最後の晩餐をとっています。家人が控える前で寝そべりながら食べるという古代の特徴的な食事の様子をよく伝える作品です。